ゼロから始める異世界生活は長月達平による日本のライトノベル。略称はリゼロ。小説投稿サイト、小説家になるを似て2012年4月より連載が始まり、MF 文庫 J より2014年1月から刊行されている。本編のイラストは大塚慎一郎が担当している。また、 月刊コミックアライブにおいて2014年6月号より書き下ろし短編小説リ・ゼロから始める異世界生活外伝が掲載されている。2020年3月時点でシリーズ累計発行部数は700万部を突破している。このライトノベルがすごい。2017年版では文庫部門第2位。すごいジャパンアワード2017ではアニメ部門。 ラノベ部門の2部門で1位を獲得した。テレビアニメ化もされ、第2期まで制作されているほか、OVA も2作公開された。特に記載がない場合、声はアニメ版の担当声優を示す。ロズワールケアーラム村メーザース領内にある村落。2章の舞台となるロズワールの別邸にほど近い場所に位置する。聖域ミロードやフェルト陣営、プリシラ陣営クルシュ陣営。 アナスタシア陣営鉄の牙、アナスタシアの要する、紙兵団。嫉妬の魔女サテラを信奉する狂信者集団、魔女教の主要メンバー。とはいえ、魔女教は組織だった存在ではないので、お互いを嫌をしている者も,も多く、仲間割れすることすらある。嫉妬以外の滞在の魔女因子と呼ばれる者を取り込んでおり、それに対応した剣能を使うことができる。本編の異世界において、 魔女といえば、一般には悪名化回出の魔女のことを指すが、実際には、拡大罪に相当する魔女が存在している。一見すると、魅力的な人物も多いが、その能力、精神性ともに、通常の人間を逸脱した存在ばかりである。ルグニカ王国ボラギア帝国カララギ都市国家軍4、大精霊家族長ガツ、達兵、大塚信一郎、風月誠、 伊勢川康隆、角川メディアファクトリー、MF 文庫 J、期間37巻プラス4巻本編は、ウェブ版を過失修正したものを収録。特に第8巻と第4章については、ウェブ版から大幅に変更されている。短編集と外伝であるウェクスは、月刊コミックアライブに掲載された短編と書き下ろしエピソードを収録。 円盤特典小説全4巻については2016年版アニメ BDDVD の初回購入特典及び全巻購入特典で各巻約 290p の書き下ろしエピソードを収録。テレビアニメとして第1期は2016年4月から9月までテレビ東京他にて放送された。第1話は1時間枠で放送された。年月から月までは パッケージ版をベースに演出を調整し、週1時間枠に構成した新編集版が放送された。第2期は ATX 他にて、前半クールが同年7月から9月まで放送され、後半クールが翌2021年1月から3月まで放送された。当初は2020年4月より放送が予定されて、いたが、 2019新型コロナウイルスによる制作への影響を受けて放送延期が発表された。なお、話数は第1期から継続しており、第26話から開始となる。2017年9月10日に新作 OVA の制作決定が報じられ、第1弾、リ・ゼロから始める異世界生活メモリースノーが2018年10月6日に、 角川アニメーションの配給により劇場上映された。興業収入は3.7億円。2019年11月8日に TV アニメのブルーレイ &DVD 第1巻の初回生産特典である小説リ・ゼロから始める前日単氷結の絆をアニメ化した OVA 第2弾リ・ゼロから始める異世界生活氷結の絆が劇場上映された。 工業収入は2.9億円。角川プロデューサーの田中翔は、オタポルのインタビューに以下のように答えている。メディアファクトリーに所属していた当時、MF 文庫 J からアニメ化したい作品を探していたところ、本作がアンテナに引っかかったという。小説家になろうで原作を読み、このセリフを聞いたユーザーは、きっとこのお話を視聴してくれると確信した田中は、 書籍の担当編集とは一緒に仕事をした経験があるので密に連絡を取っていたが本作は小説家になろうの人気作品の一つではあったがトップクラスには劣る作品であり発掘型の作品という考えだった明確な区切りがないネット小説自体をそれほどアニメ化に向いた作品ではないとも思っていたがラノベという方程式に当てはまらないものを t v アニメにしたらどうかとの立案から始まり、同料理したら面白い t v アニメにしたらどう、なるのかなと指導に至った。脚本に際しては、毎話ごと二次週に向けての引きを作ることに注意、したが、第1話の一時間枠は、物語の構成上、どうしてもあそこまで見せないと魅力を伝えられないので、頑張り、第3話までは、苦労した。原作で人気のあるレームより、アニメでは、 スバルの行動理念からも、エミリアの方をヒロインとして推していきたいという。アニメファンの反応については、スバルに対して死に戻りがもたらす、厳しい展開より、むしろ本作と同じホワイト・フォックスが制作を担当していた、シュタインズ・ゲートや、ゼンクールに放送されていた、A、A-1 ピクチャーズの僕だけがいない街が知られていることから、またタイムリープものか、と言われることを、 心配していた。スバルの痛々しい言動についても、あまりうざくなりすぎないよう、使う言葉や演出、魔を意識しているという。ロズワールの屋敷内だけで、物語が進行する第4話は、何も考えていないと全部同じシーンに見える、危険性があるため、退屈させないように構成や演出を工夫した。それに先んじ、第2話は、平坦な内容だったことから、 ここで飽きられてしまうのではと不安もあったが、そこも謎解きの一環として楽しんでもらえたことは嬉しい驚きだったという。第1期第1クールのオープニングアニメーションの逆再生については、監督の渡辺誠司が本作のテーマとして最初と最後が繋がるような絵コンテを切ってくれたため、見応えのある良いオープニングになってくれたと手応えを感じた。ただ、オープニングテーマ、リドゥも、 逆再生で音楽としてちゃんと聴けることについては全く考えていなかったという。監督の渡辺誠二を抜擢した理由として、田中翔はドラマもアクションもしっかり描ける人と見込んで依頼した。また、キャラクターデザインの坂井久太は可愛い女の子が描ける人として、さらにシリーズ構成の横谷正宏はコメディとシリアスの両立、タイムリープものの構成。 一話ごとの盛り上がり、十二秒的要素をすべて満たす人としてそれぞれ依頼したという。戦闘や死に戻りの際などに避けて通れないスプラッタ描写については、テレビ放送の時点でほぼ隠さず、血液も赤く描かれている。第一点に気ともに次回予告はテレビでの放送はされず、YouTube を介して公式サイトでの配信のみとなっている。第十三話と、 第24話の次回予告のナレーションテキストは見かみて、レンが、第16話は愛、富遊ぶが、第21話は、カズノフェフが、第23話は、理不尽な孫の手が、第18話と、第25話は、赤月な爪が、第19話と、第20話と、第22話は、原作者である長月達平が担当した。第1期新編集版は一部。 セリフの新規収録が行われている。2015年7月19日に MF 文庫 J 夏の学園祭2015のステージにてテレビアニメ化が発表された。2015年12月19日には放送開始時期が2016年4月であることが決定しキービジュアルやメインスタッフキャストも発表された。 2016年3月20日には、東方シネマズ新宿で先行上映イベントが開催され、主要声優陣が登壇したほか、鈴木好みがオープニングテーマ、リドゥを初披露した。2016年3月27日には、アニメジャパン2016のブルーステージにてトークイベントが開催され、主要声優陣が登壇したほか、PV がスクリーン上映された。 テレビ東京では、第一期放送開始前の2016年4月3日の日曜2時10分2時35分に、特番、リ・ゼロから始める異世界体験が放送された。出演は、小林祐介、内山由美、高橋理恵、水瀬祈り、村川里恵。第二期放送に合わせて、2020年7月6日より、YouTube にて、リ・ゼロから始める異世界生活。 アフレコアフタートークが毎週土曜20時より公開されている。出演声優が各話のアフレコ終了後にその回の感想などをコメントを行っていく。キャッチコピーは無力な少年が手にしたのは死して時間を巻き戻す。死に戻りの力。絶望に抗え。俺が必ずお前を救ってみせる。限界をぶち破れ。キャラペディアが実施した。 最も期待している2016年春アニメ作品トップ20では男女総合で第10位男性で第5位自週以降も見続けたい2016年春アニメ作品トップ20では男女総合で第2位男性で第1位女性で第8位をそれぞれ記録しているアニメとト TV が実施したみんなが見たい 2016春 TV アニメランキングでは男女総合で第17位、男性で第4位をそれぞれ記録している。本作品は主題歌がたびたび省略されている。オープニングテーマエンディングテーマ、挿入歌 OVA 主題歌 OVA、リ・ゼロから始める休憩時間及びリ・プチリ・プチから始める異世界生活は、 ATX で本編終了後に放送された短編アニメ。監督、脚本、演出は、アシナ・ミノル、プチキャラクターデザインは、竹原・ミノル、アニメーション制作は、スタジオ・プユカイ。リ・ゼロから始める休憩時間は、本編で差しや、展開の都合から触れることのできなかった事柄や、設定を補足する内容が多い。リ・プチは、本編とは、関係がないスピンオフアニメとなる。 メモリースノーでは冒頭劇場マナー CM が挿入。2019年には本作のコラボプチアニメ異世界カルテットが放送。アニメ第2期放送に合わせて2020年7月10日からはリ・ゼロから始める休憩時間セカンドシーズンが YouTube にて毎週金曜20時に各話2週間限定で公開されている。14以降は ATX でも 第2気候半クールの各は終了後に放送されている。各アリストカドカー観光の本作を含む4作品の登場人物が一堂に会し、プチキャラ化して登場するクロスオーバーアニメ。リ・ゼロから始める異世界ラジオ生活はアニメ作品の魅力や情報を生配信で伝えるインターネットラジオ番組。パーソナリティはエミリア役の高橋理恵。 2016年3月28日開始。第1回から第27回までは毎週月曜21時30分から、第28回以降は、各週月曜21時30分からニコニコ生放送にて配信。同年12月19日で一旦終了。また、音とでも、同年3月31日より、毎週木曜日にニコニコ生放送の配信分と、リ、 ゼロから始める異世界ラジオ裏生活と題した、おっと泉のみのおまけ放送文がアーカイブ配信された。第21回、第23回、第25回は録音配信であった。2017年2月20日、2018年4月9日には SP 配信された。劇場上映される OVA、リ、ゼロから始める異世界生活メモリースノーの公開に合わせて、 2018年8月18日から2020年5月25日までニコニコ生放送で毎月1回不定期で復活配信された。アニメ第2期の放送に合わせて2020年7月2日より毎週木曜21時30分にニコニコ生放送にて再度毎週更新が行われた。同年10月15日から12月24日まで 毎月1回不定期配信だったが、後半クールの開始に合わせ、2021年1月7日より、2021年3月25日まで、毎週更新が行われた。スマートフォンゲーム、リ・ゼロから始める、異世界生活ロストインメモリーズの配信に合わせ、第72、74、76回は、映像付きのリゼロス出張版として配信された。 2017年3月15日に発表された第3回、アニラジアワードにおいて、ベストフィーメールラジオ最優秀女性ラジオ賞を受賞した。いずれも、制限時間がなく、期間中ならば翌日以降に持ち越すことが可能だった。リ・ゼロから始める異世界生活オす。OR キスマイナスに関するカテゴリー。リ・ゼロから始める異世界生活メモリースノーに関するカテゴリー。 リ・ゼロから始める異世界生活氷決の絆に関するカテゴリリ・ゼロから始める異世界生活偽りの応戦候補に関するカテゴリありがとうございます。